台湾台北地方裁判所が発表した情報によると林海は2019年中国で調査し台湾同胞投資企業協会の会長を務めていた際国民党候補者の韓国裕への投票依頼を行うため他の者らとともに中国共産党の資金149万人民元約2680万円を受け取った 2020年1月11日の第15代大統領と副大統領及び第10回立法委員の選挙に影響を与えようとし、総統副総統選挙罷免法に違反した。臨海事件について、首都市販大学教育科学学院の元副教授、李玄華氏は大紀元の取材に、中共は潜入の達人だ。 国民党と共産党の内戦の時も国民党が台湾に撤退した後も国民党には多くの中共工作員が潜り込んでいたと語っている。また中共が金を使って台湾に潜入し影響を与えたいという願望は止むことがなくそのための専用資金もある。中共の指示に従えば数百万人民元もの資金を申請できることは臨海のケースを見ればわかることだと述べた。 林海は契機に加えて公職を4年間剥奪された。公権力剥奪とは公務員としての資格や公職に就く資格を剥奪されることを指す。また共犯者である宋夏季章、陳賓、章明華と張国君の4人も判決を受けた。陳賓は中国湖南省の中華全国浮上連合会副秘書長兼公用事務所長、 小明華は海峡両岸婚姻家庭協会会長。蝶国君は中華湖南商用旅体同合会理事長である。共犯者4人は全員2年間の貢献力を剥奪された。他に無罪となったのは中華全国扶助連合会理事長で中華統一促進党党員の華剣華と、長者台湾協会副会長の東剣華の2人である。 台北裁判所の事件内容によると、林会は航空券の1500元、約2万7000円の補助金を提供し、2019年12月11日午後、選挙権を持つ地元の台湾人を、2019湖南省台湾人忘年会、及び湖南省台湾人投票のため、故郷に戻る同委員会に招待した。その目的は、 中国国民党とその総裁候補である韓国有の選挙活動に協力し、参加者が国民党韓国有に投票することをほのめかすことであった。中央通信社 CNA によると、検察はこの計画を通じて、選挙前に200人以上の台湾人実業家が台湾に戻ってきたことを突き止めた。 調査台湾協会と湖南省の台湾協会の共催で、調査の家庭ホテル湖南ルームで忘年会を開催し、主催者は500人以上の台湾人実業家と学生を迎え、パーティーで国民党と韓国有の機運を盛り上げた。台北地方検察庁の起訴状によると、林海良は年末の忘年会の後、調査士人民政府台湾事務弁公室と、 湖南省人民政府台湾事務弁公室にそれぞれ助成金を申請し、合計149万元、約2680万円の助成金を受け取っていたことが分かった。台湾では2019年12月31日に反浸透法が可決された。臨海の年末懇親会は可決する前に行われたため、罰則が強化された反浸透法は適用されなかった。 2000年9月に設立された調査士台湾協会は、湖南省で最初の台湾人協会で8つの支部がある。林海は、湖南緑野高電農業技術有限講師の取締役会長であり、2012年から調査台湾協会の会長を務めている。台東、加野出身の林海は、美容師としてキャリアをスタートさせ、台東県美容師協会の理事長を務めた後、旅行代理店業を始めた。 1989年11月以来、中国大陸に常駐し活動している。李玄華氏は、事件に関与した台湾人実業家は中共の本性を見抜いておらず、目の前の利益だけで台湾の将来を考えていない。中共による台湾への浸透は財界や政界だけでなく、様々な階級に及び、台湾マフィアにも浸透している。と述べた。